帰還！ゴア隊長、帰還！勇敢なるゴアは、死と引き換えながら、偉大なる栄誉をもってここに帰還した！無理だ、無理だぜ隊長。こんな時にもいつも冷静なんて。あんたの教え守れやしねえよ。事情があったとはいえ、自ら銃を握って外に出るなんてありすぎたんだ。勇気と優しさが。まさか隊長が死んでしまうなんて。リーダーを失ってこれから私たちどうなるの？いくら救出を急ぐからってゴア隊長自ら出る必要なんてなかったんだ。このレッドスプライトだってまだ危険なままじゃないか。それなのに。でもそれがゴア隊長なのよ。決して仲間を見捨てない、そういう人。おい、なんだお前は。ブルージェットのヒメネスか。隊長の遺体どうするんだ。遺体？交換の遺体は保全義務により保管されるって話だが。それはよかった。恩人の体が外に葬られて悪魔の餌にでもなったらことだからな。貴様！全クルーに連絡、全クルーに連絡。私はレッドスプライト号司令コマンドアーサー。システムの復旧に成功しました。これより事態の掌握並びに危機回避プランの構築を開始します。ゴア隊長、作戦司令室へ帰還願います。アーサーが戻ってきた。ゴア隊長の死亡報告を承認。司令官不在に対応した作戦プラン構築にシフトします。あなたがもっと早く動けばゴア隊長は死なずに済んだかもしれないのに。アーサー、お気持ちはわかりますが、家庭の議題には対応できません。現在のような危険な局面では、感情的な判断を排除することが特に大事なのです。地上への帰還確率を上げる冷静な議論をしましょう。血の流れない頭脳ってのは、こういう時にいいな。恐ろしく冷静でいられる。称賛の言葉でしょうか。ありがとう。あなたたちが任務を無事に遂行できる最高のミッションプランで答えます。任務？任務だ？この後に及んで何言ってるんだ。こんな俺たちに何ができるってんだよ。悪魔に追いかけられて死人を出し続けてる俺たちによ、一刻も早く脱出すべきだろ。任務が何だってんだ。脱出ルートを探すんだ、このポンコツ野郎。ゴア隊長は最後に言った。みんなと地球を救ってくれと。君だけじゃない、多くのクルーが聞いていたんだ。通信機越しに聞いたこの言葉を私は到底忘れることはできない。ヒメネス君、
このレッドスプライトに乗る誰もが心の底では君と同じ気持ちなのかもしれない。だがこのデモニカを着ているうちはゴア隊長の言葉に従うものだ。かっこいいこと言ってくれるね。だがそう思ってるのはお前だけなんじゃないのか。どうだ、そっちのあんたも任務と言われりゃ悪魔の群れに突っ込むのか。私はインフラ班で、その後方支援を。それで逃げたいのか、ここに骨をうずめたいのか、それとも墓を暴かれて悪魔に骨までしゃぶられたいのか。貴様口が過ぎるぞ。ゴア隊長に助けられておきながらな。あお前はどうなんだ、このまま任務が続けられると思うのか。助けてもらった命も無駄にする気か。必要なら出直せばいい。正直に話せ、任務を続けるのか。がっかりだな、つまらん義理立てしやがって。仕方のねえ野郎だ。俺はブルージェット号が全滅する様を見た。その俺から言わせてもらう。この任務は不可能だ。全員で話に決着つけようぜ。俺たちがどうすべきか。その必要はありません。議論は不要です。なんだと？今あなたたちがどこにいるのかわかりません。位置座標は不明です。どの経路でここに来たのかわかりません。航行経路の記録はありません。脱出が見込める進路はわかりません。脱出路の情報はありません。あなたたちはこのシュバルツバースでは全くのストレンジャー、迷い人で、脱出のための帰還路がないのです。つまり、脱出しようにも何も手がないと。嘘だろ。脱出できない作戦なんて、いい加減すぎるだろ！シュバルツバースを脱出するのか、調査任務を続行するのか、その決断が必要な時期が来るかもしれませんが、今はその時ではありません。あなたたちは調査任務を続けるしかないのです。決まりのようだな。任務を続けるか、さもなくば艦を降りるか。生き延びたければ指令に従うしかない。最中のようだが、しっくと失礼するぜよ。俺にも任務があるからな。こっちはラボジャが、お前が珍しいアイテムを入手したと聞いて連絡したがよ。さっき悪魔を倒した時に手に入れたとか。それぜよ。その、俺、レメゲートナイトぜよ。きちんとアーサーには報告しとっきに。了解しました。アービン隊員、アイテムの受領を認めます。このシュバルツバースには不思議な物質が数多く存在するようです。アービン隊員、あなたたちラボの活躍が望まれます。サンキューアーサー。何気にプレッシャーをかけられたか。調べるには多少時間が必要じゃき、終わったらまた連絡するぜよ。レメゲトナイトは私がアービンのところへ運びますわ。でもまた何か新しい珍しい物質を入手したら、その時はご自分でラボまでいらっしゃってね。状況を整理しましょう。現時点で
最優先とすべき任務はレッドスプライト号のメイン動力回復です。エンジンリアクターを復旧し航行可能な状態にすることが必要です。動力班です。エンジンリアクターの状態について報告いたします。リアクターは一度始動すれば半永久的に動力を生み出しますが、その始動には大きな起動エネルギーを必要とします。当館では他マス型機電機を使用していますが、今回の事故で使用不可能な状態です。今動力班が報告した通り、トカマク型機電機がなければ当艦を動かすことはできません。現在それを使うことはできませんが、例えば他艦のサポートによってトカマク型機電機が用意できれば当艦を動かすことは可能です。そうか、ブルージェット号の機電機を使うことができれば。エンジンリアクターの復旧、これをミッションとして発令します。死体あさりか、やりがいのある任務だな。ヒメネス隊員、あなたは厳密には当艦のクルーではありませんが、危機にあるレッドスプライト号にとって重要な一員であることは間違いありません。称賛の言葉か、ありがとう。あなたには当艦レッドスプライト号のクルーとして正式に編入することを推奨します。承諾すれば他のクルーと変わらない待遇を与え、悪魔召喚プログラムを含めた機動班としての装備一式を保証します。俺が悪魔を使って戦うのか。俺は反対だな。こいつは間違いなくチームワークを乱す、下手すりゃ命取りだ。当艦のクルーになるということは任務遂行のための義務を負うということです。その中にはクルーとの連携も含まれます。仕方ねえな、まったく。俺の希望は生き延びること、生き延びる強さを手に入れること、地上へ戻ることだ。そのためなら多少条件は飲んでもいい。ありがとうヒメネス隊員、あなたの加入を歓迎します。よろしくな。時々言葉は荒いが、助けてもらったことはありがたく思ってる。お互い何としても悪魔を使ってでもここから生きて出ようぜ。あなたに知らせておきましょう。私の管制システムを通じて悪魔召喚プログラムを送ってきたあの通信については現在も解析中です。結果として悪魔召喚プログラムはタイの戦力となっていますが、取り扱いには注意してください。ではあなたたちの良い報告を期待します。あら、でも
扉のロックをインストールされた。一人じゃそれ以上は無理だろう。トカマク型起電機は結構な放射能物質だ。いくらデモニカの性能がいいと言っても被爆の可能性はある。作業はできるだけ分担した方がいい。お前は合図するまでここにいろ。よし、いいぞ。密閉処理をしてきた。これで安心だ。さあ、運び出そうぜ。かつての仲間たちだ。たまらんな。葬ってやりたいところだが、今はミッションを優先するしかない。あ、誰かが泣いてるのか。いや、違うな。この状況で生き残ったクルーなど、これは。何の警告だ。確認しようぜ。ハロー、私はベルヌ。ブルージェット号の司令コマンド、ベルヌだ。艦隊事故の非常事態につき、所有情報を分散退避した。もはや、司令コマンドとしての機能は私にはないが、調査に関するレポート情報を、このデータとして残してある。この中には、シュバルツバースに関する、重要な情報も含まれている。迅速にこの端末を取り外し、他の調査隊へと運搬してほしい。生存クルーよ、了解されたし。生き残りがいたよ。生命力の強い野郎だ。お望み通り連れてってやるぜ。大層な付録を見つけちまったな。さあ、メインディッシュの方も運び出そうぜ。それじゃ、この起電機をレッドスプライトまで運んでくれ。それと、この端末もだ。アーサーに見せりゃわかるだろう。それじゃ頼んだぞ。クルーを喜ばせるのはお前の役目だからな。
この重要なミッションを見事に遂行ですね。早速トカマク型起電機を動力班に送りましょう。彼らが復旧に成功すれば当艦の動力は全回復することでしょう。航行はもちろん現在省エネルギーモードである各機器の全力稼働も可能になるでしょう。隊長賞総なめの活躍だな。おい、このままなら生きて帰った時に恩賞を請求し放題だ。それとブルージェット号の端末を入手していましたね。司令コマンドベルヌの所有していた情報も解析することにしましょう。ヒメネス隊員への謝辞はあなたからお願いします。今の彼にはこうするのが得策のようですから。では動力班の作業を待ちましょう。全クルーに連絡、全クルーに連絡。当艦は間もなく主動力であるエンジンリアクターの再稼働を動力班主導で開始します。関係人員は最終確認行動を取り動力班とリンケージしてください。なおエンジンの再稼働にはしばらくの時間を要する見込みです。クルーはその想定で行動してください。ようやくエンジンが動かせるようになるのか。とはいえ機関路の見つかっていない状況で一体どこへ行くのかしらね。下手に動いてまた座礁なんてことになるのはごめんだわ。その辺は新しい作戦をアーサーが考えるさ。あ、ようクルーの皆さん、こちらはラボ。みんなにいい知らせがあるぜよ。わしらがやっておったレメゲトナイトの調査が完了したが、なんとこのシュバルツバースの物質でデモニカを強化できるんじゃ。それは良い報告ですね、アービン隊員。コングラチュレーション。詳しいデータを私に送ってください。了解ぜよアーサー。みんなにうまいこと説明してやってくれ。アービン隊員の調査によると、このシュバルツバースには多様な装備開発の原料となるフォルマという物質が存在します。レメゲトナイトもそのフォルマの一つだったのですね。今回はそのレメゲトナイトを使いデモニカのメインアプリを著しく向上できたようです。フォルマは謎に満ちた物質だが、わしらに未知のテクノロジーを与えてくれる。デモニカの強化もそうだが、新装備や新アイテムの開発もいけそうぜよ。興味のあるクルーはラボでとくとわしに聞いてくれ。デモニカのメインアプリはあなたたちの資格を担う機構です。メインアプリが機能強化されればシュバルツバースをより有利に探索できるようになるでしょう。任務に余裕のできたクルーはラボでデモニカの機能強化を図ってください。フィールド湿度が多い機動班は優先的にデモニカを強化する気に。よろしく頼むぜよ。よう来てくれた。わしらがお前の力になる時が来たぜよ。さあデモニカを出してみろ。作っちゃるぜ。まずは、コーヒーブレイクぜよ。
よし、お主のデモニカをチックと借りるぜよ。よし、成功だ。これでデモニカにフォルマサーチが搭載されたぜよ。これでシュバルツバースの探索時に今までは見えなかったフォルマも感知できるはずだ。あ、すまんぜよ、チックと説明が急だったな。フォルマっちゅうのはこのシュバルツバースで入手できるエネルギー物質の総称ぜよ。我がラボ自慢の物質合成装置にフォルマをちょいとかけてやれば、地上では不可能だった装備品やアイテムの開発ができそうなんじゃ。さらに、もう面倒じゃ、ドキュメントを送るからそいつを読んでおけ。で、フォルマサーチじゃが、こいつはデモニカのメインアプリの一つぜよ。メインアプリとフォルマサーチについてもドキュメントを送っておくぜよ。おお、そうよ、このフォルマサーチの完成ついでに頼みがあるぜよ。今フォルマ調査は立ち上がったばかりの重要な時期だ。新装備の開発、新アイテムの開発、ともかく物質合成装置の試運転を兼ねて数をこなしたいんじゃ。そこでぜよ、セクターアントリアを探索しフォルマを集めてわしのところに持ってきてくれんか。フォルマサーチが新しくできたことで随分と見つかると思うんだが、幸いというかエンジンリアクターが再稼働するにはしばらく時間がかかるようだし、そうぜよ、フォルマ開発はわしのため、お前のため、みんなのため。ここは一つ新ミッションということで頼むぜよ。どうだ、混乱したか。一気に語ってしまったからな、後でドキュメントを確認するといい。フォルマはこのシュバルツバース調査において非常に重要な存在となろう。フォルマを生かせるかどうかがお前ら機動班の命運を決すると言っても言い過ぎではないんじゃ。あとはチェンに任せるが、彼女からもフォルマについて話を聞き理解を深めてくれ。いいな、絶対だぞ。私からもいくつか説明できることがあります。都合のいい時に話しかけてください。ドキュメントを送る準備もできています。よ、待っていたぜよ。まずは回復薬が製造できるようになったぜや。